父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。皆さん、神聖な祭りを祝う前に、私たちの犯した罪を認めましょう。打ち砕かれた心癒すために使わされた主よ、憐れみたまえ。罪人を招くために来られたキリスト、憐れみたまえ。父の右の座にあって、私たちのために取りなしてくださる主よ、憐れみたまえ。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りましょう。全能の神よ、あなたの支配に逆らう悪の力を滅ぼしてください。罪から解放された私たちが、あなたの国を待ち望み、正義を行うものとなることができますように。聖霊の交わりの中で、あなたと共に悠々に生き、支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。使徒パウロのエフェソの教会への手紙。皆さん、私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこで、高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ、地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方が、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりもさらに高く登られたのです。そして、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧師、教師とされたのです。こうして、聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆、神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちは、もはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪が賢い人間の枷のように変わりやすい教えに持って遊ばれたり、引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより、体全体はあらゆる節節が補い合うことによって、しっかり手に合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて、働きを成長させ、自ら愛によって作り上げられてゆくのです。神の言葉。私たちは神の民、その牧場の群れ。神の家に行こうと言われて、私の心は喜びに弾んだ。エルサレムよ、私たちは今、お前の門の内に立っている。私たちは神の民、
その牧場の群れ、しげく連なる町エルサレム、すべての民の都、そこにはイスラエルの部族、神の民が登ってくる。私たちは神の民、その牧場の群れ。人が死ぬことなく神に立ち戻って生きることを神は望んでおられる。ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に。ルカによる福音。ちょうどその時、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の地を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは他の布のガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる。また、シロアムの塔が倒れて死んだあの18人は、イルセルモに住んでいた他のどの人々よりも、罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も、悔い改めなければ、皆同じように滅びる。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園手に言った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園手は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。キリストに賛美。今日の福音書はイエス様が呼びかけたのは悔い改めることです。災難にあった人々はその自分の罪深いの関係ではなくて、そのまだ災難に当てない人々は、その人々が災難の人々を見て悔い改めないといけない。私たちも簡単に他人に対して悪いことがあれば、その因果関係を考えています。イエス様の教えはそんな教えがありません。イエス様がいつも良いことをしましたけれども、最終的に十字架上で殺されたということは因果応報、因果関係が考えられない。私たちはキリスト者であることは心から悔い改めるしたら、私たちはそのすべての罪を解放され、許され、また良い道を新しい人間になることを
イエス様が求められています。今日のミサで私たちの祈りは、他人ではなくて自分自身の悔い改めることがありますように、今日一日このミサとして捧げたいと思います。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。第一の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。第一の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。全能の神よ、私たちの祈りに耳を傾け、この供え物を受け入れてください。あなたをたたえて一人一人の捧げるものが、すべての人の救いに役立つものとなりますように、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。主は皆さんと共に、心込めて神を仰ぎ、聖なる父、全の永遠の神、いつどこでも主キリストによって、賛美と感謝を捧げることは、誠に尊い大切な務めです。あなたは人を愛によって作り、正義に背いて罰せられた民よ、憐れみにより主キリストを通してあがなってくださいました。神の栄光を讃え、家の敬うすべての天使は共に喜び祝い、私たちもこれに合わせて慎んで讃えます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満つ、天の糸高きところにふさんな。ほむべきかな、主の名によりてきたるもの、天の糸高きところにほさんな。まことに尊く、すべての聖世の源である父よ。今、聖霊によって、この供え物を尊いものにしてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて、仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される、私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて、仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い、復活をたたえよ、主が来られるまで。私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす、私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教、トマス・アクイナス・マイダ・マンギオとパロ・サカエ・トシヒロ、すべての教育者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの教代とすべての司者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、聖ヨセフと使徒、すべての時代の聖人と共に、永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。
クリストによってクリストと共にクリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたにすべての生まれと栄光は悠々に至るまで。アーメン。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての子から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・クリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・クリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。神の子羊、世の罪、世の底端も主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪、世の底端も主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪、世の底端も主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子、キリスト、永遠の命の糧。あなたを置いて誰のところに行きますよ。神よ、救いの遺跡の力によって私たちを悪への傾きから解放し、
ただし行いに導いてください。私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。皆さん一人一人このミサに共に参加してくださってありがとうございます。主は皆さんと共に全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。感謝の祭儀を終わります。行きますよ、主の日はのうちに。神に感謝。